最終組のハイライトをご覧をいただきます。岩井と吉本です。まずこれが3番です。これよく入れてきましたね。そして吉本、これはパーパットでした。距離あったんですが、見事でした。まあ、もしかしたらこの石田がね、結構大きかったのかもしれないですね、今日一日ですね。5番です。岩井のセカンド。あーって口開けましたけど、はい、ミスショットしてもね、ここにいますからね。まあ、ミスショットでもないですけどね。はい、そしてバーディーパットを沈めます。これで8アンダー。9番です。吉本、この距離のバーディーパット、これがとにかく大きかった。それまでずっとパーが続いてました。これようやくこう蓋が来ましたっていう、ね、そんな感じですね。そうですね。でその中でこの距離を決めます、はい、連続バーディー。しっかりラインを読んでよく入れました。うん、13番です。岩井のこれが3打目。このショットですね。そしてバーディーパット沈めて9アンダー、単独トップに立ちます。ね、しばらくこうバーディーが来ない展開だったんですけど、ここからですよね。14番岩井のセカンド。素晴らしい。で吉本がこのバーディーパットを沈めて、これも並んでトップタイ9アンダーです。ただ岩井もバーディーでまだ単独トップ10アンダー。16番岩井のサードショット、この少し前あたりから雨が強く降っていました。ティーショットバンカーに入れて、はい、ね、セカンドフェアウェイに出して、ちょっと3打目距離があったんですけど、まあそのこのバーディーパットも良かったんですが、まあ、3打目ですね、はい、3打目の距離感すごい良かったですね。これで11アンダーにします。17番この距離の岩本、まあ、追う展開だったんですが、雨の中一番遠かった吉本先に沈める。これも大きい。これもナイスパット。こちらも2桁10アンダーに乗せました。そして18番の岩井、外から出してこう今のが3打目、ここに置いてきました、はい、ピンを刺すショットでしたね。で吉本はこれバーディーパット、はい、惜しく決まらず、ただ10アンダーフィニッシュ。岩井がこれ惜しくも外れまして、今日最初のボギーということで